爆発を起こすシークのウェディ不振。シリーズごとに性能を比較してみる。まずデラックスの不振、謎の構えから爆発を起こし上下左右に瞬間移動する。下に倒すと台座を抜けることもできる。一見原作のモーションっぽいが何かを投げている原作と違い、スマブラは腕を交差する謎ポーズなので似てるようで違う。空中版は一瞬シークが上昇、回転してホップした後爆発して移動する。ホップ中も少し左右に操作可能で、実はこれが可能なのはデラックスだけ。左にずれてから右に瞬間移動とかもできる。空中で終了してから着地すると隙が大きいが、より高い位置から死に持ち着地になれば例によって隙がほぼ発生しない。当時シークの復帰といえば長距離は全打チェンジしてクロールで復帰という印象もあったが、実際は不振だけでそこらのウェディよりは距離を稼げるのでクロールが必要なのか、本当に長距離の時のみ。爆発を当てると強めに吹っ飛ばし、終点無抵抗マンを 174% で撃墜が可能。発生前の 18F から移動後の 55F までは無敵。相手の攻撃へのカウンターとして使えなくもないが、全体隙がすごいので地上ではあまり使われない。何よりこの頃は爆発に搭載がありそうなると普通にその後隙を突かれる。実際のところは無敵時間を使って安全に復帰しやすいというのが大きい。出現後を狩ることはできるが、このウェディ初段のホップ中にも崖捕まりキャンセルがついているため簡単には狩られにくい。ホップを繰り返して崖捕まり土地に利用することもできる。崖から飛び出しながらウェディをすると完成で横にホップしながらウェディできる。復帰中の相手への嫌がらせやとっさの崖捕まりにも使える。デラックスでこれを何度までか崖から飛び出た瞬間にも爆発判定が出る。最速で 1F 発生で出るのでコンボで使えなくもないが、相手頑張って当てる意味もないか。X の不振、謎ポーズは相変わらず。地上の横移動距離が少し伸びているが空中版は大体同じ。ホップ中の操作が効かなくなったため、ホップで横移動するにはあらかじめ慣性をつけておく必要がある。高いところから落ちた場合尻餅着地隙がちゃんと出るようになっているが、逆に尻餅に移行する前に着地した場合はむしろデラックスより隙を減らせるようになっている。爆発の威力が 3% アップし、終点前無撃墜は 132% で実質の強力になっている。しかも爆発の範囲が歴代1記録に段すると引っかかってしまいがち。今作から爆発に搭載がなくなったのでカウンターが狙いやすくなっている。移動後の出現時に風判定が出るようになっており、多少だが相手の拡散を邪魔してくれる。野田がこの風がくせ者で、爆発で吹っ飛ばした時の移動先に相手がいると吹っ飛びにブレーキをかけてしまう。パーセント次第ではバースパチャンスを逃すどころか拡散の危険もあるため軌道をずらす必要がある。パーセント次第では相手を台上に落としてダウン展開的なことをして助かえて燃えた気もするが、そこまでして狙う技でもない気がする。FX 以降で崖から飛び出しながらウェディをした場合、爆発は迎えてないが距離は少し伸びた。無敵時間的に絶対に迎撃されないまでほぼ出しとく。法の不振、爆発前に腕を叩きつけるような動きに変わっており、かなり原作に近くなっている。ただやはりデクの身は投げておらず術に近い。直近の作品だとイカダンのドトンが思い浮かず、爆発の威力はデラックスと同じになる。無縁無撃墜は右腕 133% で割とキープしてる方。爆発の範囲もデラックスと X の中間という感じか。崖下にもちゃんと届くので2回目崖捕まりバリにぴったし、防中期までは下までからの2択でよく使われていた。移動後の出現時に弱い攻撃判定が出るようになっており、これも相手の拡散を妨害できる。爆発から出現で2ヒットする場合もある。出現時の壁も原作より強力でかなり押し出す。全体隙の長さを考えるとだいぶローリスクになっている。今作からは壁が吹っ飛びの邪魔をすることもないので安心。低空着地時の使用は原作と同様で、さらに高い位置から落ちた時の尻餅着地隙も 10F 短くなっている。今作からは発生後に 10F 以降はいつでも崖捕まりキャンセルが可能。X は出現位置を崖捕まり位置に合わせないと通り過ぎてしまっていたが、棒からは高さ調整なしで素早く捕まれるようになった。崖に近い時は相手爆発まで出してから即捕まるという動きも強い。ただし今作からはタイマズ系で爆発を吸収されるので大熱、射撃面には注意。スペシャルの不振、爆発にシークの残像が残っててかっこいい。爆発の吹っ飛びがアップしており、終点マリオを 118% で撃墜できるレベルに。ただし吹っ飛び速度が上がったためにヒットするパーセント帯は狭くなった。地上版のみ無敵開始時間が 4F 早くなっているため、多少カウンターとして使いやすくなったかも。全体のブレーキ力が上がった影響で風で押し出す距離は短めになっている。終わり。